昨日レタスをたくさん洗って冷蔵庫に入れていたな。レタスある。でも卵もチーズも取ってしっかりミネラルも取りたいな。あ、そうだ、サンドイッチを作ろう。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。くまぽんチャンネルの時間がやってきました。本日はドン、レタスが主役、シャキシャキサンドイッチを作ろうと思います。では行ってみましょう。 GO! はい、では材料を紹介していきたいと思います。このセブンのこだわり新鮮卵、これねセブンですねセブンが近いので、で牛乳ちょっとだけ使います。そして、ベーコンですね、使っていきたいと思います。でね、ちょっとあのレタスだけはねちょっとこうセブンじゃないですね、スーパーなですね。でこうキッチンペーパーで水気を取ってもらって、このまんまジップロックに入れて1日置いたものなんですけど、結構ね見てください、パリパリでね美味しそうなんで、これを5枚使っていきたいと思います。はい、ではいきますね。おっと、つまみしますね。お、塩ひとつまみ、そしてセブンの牛乳をちょっと入れます。はい、ちょっと、でこれ前オムレツの動画でやったと思うんですけど、結構牛乳入れることによってふわふわになるんですね、卵が。はい、で白身を切るように混ぜてましたけど、そこまで混ぜなくても大丈夫です。はい、そしてこっちに行ってもらって、この四角いねフライパンでやっていきたいと思います。ちょっと傾けますね。でもう火をつけてもらって焼いていってください。はい、もう OK ですかね。でこうね、私はこうクルンと巻いてこのままの状態で使うので、このままですね、くるりんと巻いてもらって、でこのままお皿に取っときます。よいしょ。このくるりんって巻いたまま使っていくので、まああと2枚焼いちゃいましょう。ちょっとね、あと2枚焼いちゃって全部使ってしまいましょう。この間ちょっとパカッとしますね。そして次焼いてる時にブラックペッパーもね、上から1,2,3,4,5 くらい振っていきましょうね。でしばしちょっとお待ちください。焼いていきます。焼いていって、だいたいこれが全部ね最初に作っておきますね。でこうレタス5枚と卵とベーコン、ね、これが巻かれていくんだよみたいな感じになるので大体もう本当に30秒ぐらいで大丈夫なので、中火の場合ですね、弱火でじりじりいくんだったら1分間がいいと思います。でこのままでシュッと見て、もういいじゃないでしょうかね。はい、 OK です。はい、じゃあ止めます。よし。はい、でそしてこっち側に移ります。炙った、よいしょ、3、これ大きいな。でまずマヨネーズ塗っていきます。すごい量だな。だいたい3周ぐらい塗ってください。ちょっとね塗りすぎだねこれ。はい、だいたい3周ぐらい塗って、で結構ねマヨネーズと、ケチャップとかからしとかもねちょっと倍ぐらい塗っていいと思います。レタスは5倍、先にベーコンいきましょうか。でまず、卵を乗せてもらって、でその上にさっきねこう片面だけ焼いてこうくるってひっくり返したベーコンを上にそのまま乗せていきます。1,2,3,4、ちょっと待ってね、4で本当はねこれでいいんですけど、セブンイレブンのベーコンって5枚入りなんですよ。なのでもう5枚使っちゃいましょう、贅沢に。はい、使いました。
で使って、はい、その上ですね。これね、すごいでしょ、この量、ドーンって、この5枚そのままこうね、乗せちゃいましょう。こうちょっと折って、ちょっと芯のところだけちょっと整って、こうね、これぐらいですね。はい、わかります？このこのボリュームがすごいでしょ。で、これをそのまま上からドンって重ねるんですけど、こうね、優しくギューって重ねます。はい、すごいですね、これ横から断面図が、え、そんなにいいみたいな。ここね、こう切りましょうか。ここ今1回目切りましたね。これもちょっと置いてもらって、はい、じゃあ1回目切ったということで、ちょっとね、断面を見ていきましょう。しゃ、こういう感じになりますね。こういう感じです。はい、 OK です。はい、いかがでしょうか。スイートアーモンド、ラカントの、ね、あのナッツとかもビタミン E しっかり取れて、ね、いいので、大体こういう感じで、まあ、こういう感じですかね、こういう感じで、ね、で朝大体こういう感じで食べることが多いです。はい、ありがとうございます。よいしょ、はい、では本日はどうもありがとうございました。皆さんも良い一日を過ごしてくださいね。で、今回ちょっとレタスがね、抑える時間が短くて多すぎたんですけど、まあ、皆さんはまあ3枚4枚でもいいですし、私はまあ5枚にしてこういう風にしてね、食べてます。はい、皆さんもいろいろなサンドイッチ作ってみてください。 Have a nice day! バイバイ。ラー、美味しいですよ。皆さんも食べてくださいね。